はい、どうもたくあんボーイです。本日は同期のキングライオンの木崎くんに来ていただきました。キングライオンの木崎です。今日はですね、木崎くんがあるボードゲームを持ってきてくれました。このタイトルは何でしょうか？グロームです。エリサンドラ・デ・ビルさん。何それ？あなたを、この子をサーカスに夢中にさせます。サーカスに夢中にさせます。サーカス顔。こいつはサーカス顔だわ。確かにサーカス顔知ってる。サーカス顔だ。親指エリザこのキャラにプードルたちに追い回されたでマイナス15つけます。プードルに追い回されたら幸せだわ。疲れるから不幸になったんだよ。疲れる。疲れたら霊坊たちに、あ、亡霊や、亡霊たちに歓迎された。全然違うんですよ、霊坊と亡霊は。涼しくなる。幸せや幸せ。蜂に刺された。ひなだらけの老婆に呪われた。酒に溺れたマイナス15。サーモンに当たった。お腹を下すやつ。何だそんな軽い罰。殴られたっていうやつを。シンプル。女王陛下から叱責された。あちこち骨折した。嫌やな。骨折。親指エリザちょっとかわいそうだから。いや、かわいそう。いいよこんなん。いやいや、かわいそう。いいんだって。かわいそう、かわいそう。いや、いいよ、いいんだよ、不幸でこいつは。いや、めちゃくちゃかわいそうだから。不幸になりたがってんだよ。いやいやいや、これはもうかわいそうすぎるから。はいはい。驚くべき素晴らしい結婚式を挙げさせてあげます。驚く。このチビが親指エリザが結婚した。驚くべきだね。素晴らしい。もう素敵な結婚式を挙げました。まあね、死ぬ時は何もなく死にたいじゃないですか。勘取られずに死亡した。ヘレナスローガー教授、はい、我々は幸運であるべきだって書いてある。さっきね、ラム酒で体を壊した人に、はい、恐ろしい休日を過ごさせますと。恐ろしい、怖いな。パイの中に焼き込められた。嫌だなこれ。パイの中に焼き込められる。嫌だな。嫌だな。パイだもんだって。幸せな結婚式挙げた後にパイの中に閉じ込められる。トランプが得意にします。いや、いいいいいい、全然もう不得意でいい。トランプなんてやることないもん、人生。いいいいいい、黒川に。いいいい、お前はトランプが得意だ。得意じゃない、黒川は。いいって。辛そうな顔してるダリウス・ダークさんにプレゼントあげましょう。辛いんだよこいつは。いや、辛そうだもん本当に。うん、幸せになってほしいから。いや、並んでいいよ。いやいや、幸せは。もういい天気の日に公園にピクニックに行ってほしい。いかんでいい、いかんでいい。公園にピクニック行ってください。あー、羨ましいな。悲しみに暮れず眠った。遺産を相続。やばいやばい。いいな。マジでいらん。遺産を相続されたよ。マジでいらんわ。虎に挑発されたわ。そろそろ結婚した方がいいんじゃないか。いいいいいい、おめでとう。この骸骨が結婚しました。結婚おめでとう。やっぱ幸せは続くもんですね。いい、もうどんだけ幸せにすんの。このね、このハゲ。ハゲっていうな。ゴール、ゴールくん、ゴールくんを恋落ちようじゃん。いや、ゴールはもう恋しん、こいつ青春しようよ。こいつが恋はもうしん、もう終わってる、こいつの恋は。幸せですよあなた。マジで。まあちょっと気分転換しよう。お酒を飲みに行きましょうと。いいいい、飲まん飲まん飲まん。いいな。飲まんくていい。酒を飲み行ったよ。禁酒でいい。山嵐に刺されるという悲劇を与えて失踪でもしますか。公園でピクニックに行った幸せ者、ちょっと借金取りにね、フグにされたという。骨を喉に詰まらせて窒息死していただきましょう。ちょっとろくでもない大人になろうと。はい。セールスマンたちに騙されよう。クマに食べられる。スキャンダルで深く傷つくんだ、ゴール。町の人気者。人気になんだ。スキャンダル。お前はスキャンダルで傷ついてんだから。急に人気になんな、お前。なんかあったんでしょうね、そのスキャンダルで。なんで急に人気になったの。人気になれるか、スキャンダルになったやつが。いいな、絶望して死にました。なんか下痢みたいな症状。湖で恋に落ちてください。議会で評判が良くなってください。議会で評判が良かったと。うん、議会でめっちゃ評判良かった。お前恥かけよ。評判いいわけねえんだお前が。恥かかせんなよ。ダンスで屈辱を受けた。いや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 、お前いいな、何でもできたじゃないか。お前殴られた。で、宴で名声を。可愛いアヒルに癒された。いい癒されたんだ。アヒルくんな。ポルターガイストに悩まされた。いやいや、悩まされた。かわいそうに。祭りで祝福を受けてください。教会から非難された。おいおい、お前は非難されるような人間じゃない。とりあえずおできに悩む。ウイスキーを飲みすぎて死亡した。ウェルで、俺の一族が全員死にました。ここでゲームが終了。不幸度は、はい、
マイナス110です。僕はマイナス95。幸せでしたこいつは。はいはいはい、幸せです。この人はい幸せです。はい、幸、はい、カメラで幸せな一言。なんか風呂上がりの牛乳美味しいよね。幸せ。まあゲーム的には俺の勝ちと、まあゲーム的にはキザキ君の勝ちということですね。不幸なので、はい、まあ現実の人生で言ったら僕の、まあ、方が幸せということでしょうね。はい、ということでね、はい、今回グロームというね、あ、ちょっと今日なんですかね。ちなみに聞きますけど、いや、はい、今これカードゲームしてて、あ、なんかマイナスの人が勝ちみたいな、はい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 、ゲームしてたんですけど、はい、なんか終わった瞬間に、うん、まあリアルで言うと俺の方が幸せみたいなこと言ってくる人がいて、マジっすか。え、リアルで言うとって、待って、あのゲームと現実をちょっと一緒にしちゃってるって。そう考えられないですね。わざわざそんなな、現実関係なくない。ゲームで負けたからってことですか。お前現実は不幸だろって言ってん。どこにいるんですかそいつ。マジで探してきますわ。いや、いいって。マジで、あ、どこだ、あ、見てる人か。あ、いや、違う。おい、そんなとこまで、おい、キョロキョロすんな。なんでですか。僕は許せないんですよ、そんな奴が。そんな怒るな。なんでですか。ここにいるから。俺か、やかましいわ。気持ち悪い。ついにここまで来ちゃうか。マジで気持ち悪い。これ説明した方がいいよ、本当に。養成所でキサキ君に会ってもう3年経つんですけど、3年間このくだりずっとやってるんですよ。もう頭おかしくなりそうです、本当に。会うたんびにこれ。この前も電話でやったもんね。俺駅のホームで、いいってきよ、そんなキョロキョロせんでいいって。なんでですかキサキさん。そこにいるから。ピッ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 、あ、俺か、やかましい。駅のホーム、これ頭おかしくなるわ、マジで。こんなんばっかり一人で頭かきむしってから周りの人から見られるって。いや、マジで60歳まで続くんじゃないかってちょっと不安なんでね。これマジで毎回やってますからね、会うたんびに。ちょっとまたわけわからない、コラボする機会ありましたらお楽しみください。ありがとうございました。はい、ということでグロームというゲームでしたけれども、まあ不幸なね、なんかいろいろ書いてありますけど、うん、悲しいことが、まあ、楽しんでいただけたらね、うん、いいんじゃないでしょうか。楽しみながらやったら、もし興味持った方がいれば一緒にやりましょう。ぜひやりましょう。ということで、いつも見ていただいてありがとうございます。見てねえよ、誰も。おい、ちょっと来た来た。聞いてもらっていいですか。マジでちょっと今、びっくりしたことがあったんですけど。どうしたん。いや、1時間ぐらいも自分たちで動画撮ろうと思って決めて。あ、いいやん、動画撮ろうよ。そうです、うん。必死になってやったんですよ、1時間。うん。で、お互い頑張って、最後の最後、うん、じゃあもう、動画終わりにしようということで。おうおう、いつも本当この動画見ていただいて視聴者の方に感謝を込めて、あ、それは絶対感謝した方がいい、はい、なのに誰かが一緒に撮った人なんですよ、うん、一緒に撮ってた、もう今日一緒に頑張ってきた、うん、もうパートナーなんですよ、パートナーを、が誰も見てねえわボソって言ったんですよ。そんなやつがいいのか。マジでちょっと悲しいさ、俺は本当に。ちょっと俺イラついてきたわ。あ、ちょっと待って、は、たくあんに対して。いや、僕っすよ、ほんとに。はい、ちょっと俺、探してぶっ通してくるわ。あ、いいっす、いいっす、いいっす。いや、ダメ、許さんわ。いいっす、いいっす、許せねえ。あ、いいいいいい、俺は許せねえ。いいです、いいです、そんな、見極めないでいいっすよ、マジで。あ、いいっす、そんな遠くまで行かなくて、ほんとに。いちいちクソ、誰もいねえ。いいっす、いいっす、クソ。 いるわけないですよ、ほんとに。なんでだよ。だってここにいますもん。てててててて、あ、俺か。やかましいわ。気持ち悪い。気持ち悪い。頭痛い。もういいこれ。気持ち悪い。